高階先生は？高階先生は、もういません。もういないというか、過労がたたって先週末に倒れてしまわれてね。今週はそれでずっと休みだよ。陰謀だ。悪魔女の陰謀だ。西条さん？病院にはもう行かない方がいい。助けて、誰か助けてよ。見つけて、早く。剣を。そうすれば、君は救われるわ。剣。剣だ。剣を手に入れるんだ。そうすれば。
ソ、ほとんどがゲームの攻略サイトじゃんか。ソート。元ネタは伝承か。でも、セナって女が持ってたのに比べると、こっちは随分地味だな。剣は手に入れなくちゃ。手に入れないとダメなんだ。
ここか。早く、そうすれば、君は救われるわ。
その剣何？え？かわいいバングルじゃん。これも買ってきたの？お兄にしてはいいセンス。ねえねえ、なんでこれ捨てちゃうの？だって、いらないし。じゃあさ、これナナにちょうだい。はぁ？いいじゃん、どうせ捨てるならさ。たまにはお兄ちゃんらしく、
妹にプレゼントの一つでもしてよ。勝手に持ってけば。ほんと？やったー。ひひ、お兄、どう？似合う？全然。おっそ、お兄のバーカ。ひひ、バーカ。これ気に入っちゃったから、もう返さないもんね。っていうか、お兄からプレゼントもらうなんて、初めてのような気がする。しょうがないから大事にしてあげるよ。もう、用は済んだんだから、帰れ。僕は暇じゃないんだ。邪魔するな。うん。そんな言い方しなくてもいいじゃん。それに、みかんまだ食べてないし、お茶もまだ出してもらってないよ。おめえに飲ませるお茶はね。うん、かぁ。わかったよ。そんなに邪魔なら帰る。ああ、さっさと頼む。お兄のバカ。お兄なんて、みかんの皮で目つぶし食らって、失明しちゃえ。あと、バングルは返さないからね。バーカ。ファーストメルトは期待以上の結果に終わりました。GE レートの上昇率は当初の予測からわずかな誤差があった程度です。バイオリズムコントロールも順調なのかね。渋谷の GE レートは他のエリアと比べて高い値を持っていると同時に安定性についても特筆したものがあります。それゆえに意図的に操作しやすいということか。そして渋谷にいる人々のバイオリズムを急激に引き上げることもまた。実験結果についてはレポートをご参照ください。納得していただける成果を上げております。ふん。貴様が成果を出すのは当然だ。そのために高い金と多くの人材を提供しているのだからな。実効性については理解しているよ。この数ヶ月だけでも、我が会の信者が数倍に膨れ上がっているからね。それではプロジェクトノアは次の段階へと進ませます。よろしいですね。コードサンプルの件はどうするのだ。すでに3人分は確保したとはいえ、目標数値には達しておらんではないか。いかにも。数値達成のためには最低でも5人分はなければ厳しい。サンプル保持者は集まりつつあります。あとは、採取するのみ。ならば、その件は任せる。信仰の救いあれ。くれぐれも慎重にことを進めるように。はい。心得ております。